えー、こんにちは。今回の花屋龍馬シリーズの動画はですね、いくつかのキーワードを投げてみようかと思います。一つ一つがね、ドラマになるぐらい広げていけるキーワードになりますね。で、まずはね、えー、人っていうのは自分の痛みに敏感で、他者の痛みに鈍感なんですよね。だから人が困っていても言われるまで気づかなかったりするんですよ。いや言われても気づかないのかもしれません。その反面、自分の小さな傷を大きくね、人に話したがるし、分かってもらいたがるんですよ。 自分はこんなに辛いのに何で周りの人を分かってくれないんだなんてことだなんて世の中だってなっちゃうんですよねそれこそ他者から見たらかすり傷程度のものを瀕死の重傷だって自分で思っちゃうんですよ要するに自分の失敗とかあそういったあうまくいかなかったことやね、えー、なんか遺恨っていうのを美化してドラマ化するんですよで自分はなんてかわいそうな人なんだ、ね、こんな逆境にもめげず生きてるぞみたいなねそんなドラマチックに演出したいんでしょうね そそしてそれをまととめた言葉としてていいちいちトラウマっていうわけなんですよ、まあこういうことを言うとね、まあ、トラウマは本当にある人をバカにするのかって言いますけどもまあバカにはしないですただ私はトラウマという言葉を自分に対しては全く使うつもりがないかなというところですねそして次のキーワードは人には忘れる能力があるってことなんですよねやっぱりね嫌なこととかうまくいかなくなったことそれをトラウマといって何回も何回も持ち出してくるんではなくて忘れる能力ですね 過去をいちいち持ってくるんではなくて何も書いていない未来にこそ目を向けてその未来に旗を立ててあとは現在という足元のことこれを大切にすればいいんじゃないかなと思うんですよどう頑張っても過去には戻れませんしトラウマっていうものを引き出して何かをしようと思った時の自分のまあ障害にね自らしてしまうっていうのはちょっともったいないような気がするんですよねそういう意味で言うと忘れる能力が高い方の方がきっと前に一歩進めるんではないかなと思います あの武田哲也さんにね、えー、こういうい歌があるんですよ。歌詞の一部を取りますけどもそれはね歌詞そのものを思い出せないんですけども大体どういうことを言ってるのかっていうと初恋をした時にね好きで好きでたまらない女の人にもう振られてしまったとだ、まあ、騙されたっていうふうにね武田鉄矢さんは表現してましたけどねもう絶対恋なんてしないぞともう死んでしまうぞというふうに命を懸けたその初めての恋にものすごく失望したんですよね。 そして人間不信になり恋愛不信になりもう生きててもしょうがないと思ったその精神の真っただ中気がついたらあれから何年経ったか何十年経ったか今自分の姿を見てみると女房子供持ち一体昔のあの激動は何だったんだろうかという風うなねそんな形でございます人はだからね忘れる能力があるんですよ忘れる能力が上手な人その能力が高ければ高いほどきっとですね 新しい未来をデザインできるんじゃないかなと思ってますねえそして失敗は成功のもとという言葉があります確かにそうかもしれませんが私はあえてねこういうふうに解釈してます失敗は新たなる失敗を読むだけと読むだけですよね例えばね何かに挑戦するときに100回連続で失敗したというふうに思ってくださいでもう一回同じことやりたいですかってことなんですよ失敗100回連続すると その失敗したことにはもうね、懲りて挑戦しなくなるんじゃないかなと思うんですよ。つまり、失敗は新たなる失敗を呼ぶんではないかなというところですよね。で、逆にですね、100回やって100回成功したら101回目って怖いですかね。多分、やるんじゃないですか。あ、これはもう余裕だよって感じでね。つまり、失敗は成功のもとっていうのは、あくまでも最終的に成功した人が言えることなんですよ。でも、失敗続きの人はね、 いくら失敗は成功のもとだって言っても、それはさすがにね、泣いちゃうと思うんですよね。まあ、ですんで、失敗は成功のもとも上手に使いこなしていかなければ、なかなかね、失敗は成功のもとにはならないんですよね。では、成功は成功のもとと言えるんではないかな、ということがありますけども、まさに成功ばっかりする人って次の挑戦が怖くないんですよ。まあ、ですんでね、私はこういうふうに考えています。例えば、 失敗をしたのかなと思ってもいやいやこの程度は失敗ではないよとなんか投資事やって100万なくなりましたビジネスに参加して500万失いましたそういう経験は私何回もあるんですけどもいやこの程度失敗かなと思うんですよいやかすり傷必要経費でしょこのぐらいは俺の人生もっともっとでかいんだと100億の人生だなんで100万200万で失敗だみたいなねそんなこと言ってんだろうって感じなんですよね このねお金を失うってことは知名度ではないんですよ。あの自分がいなくなってしまうこと、命を失うことが知名度なんですよ。それ以外は、死ぬこと以外を全部、かすり傷程度のもんで、必要経費なんですよね。そういうふうに考えると、人生の中で、失敗する方が難しいと。どんなことをしても、どんな二の足を踏んでも、え、これ失敗なのみたいな。この程度でみたいなね。これ誤差でしょみたいな。そんな精神力ができていくんですよね。 で、あの人生にはねいろんな罠があるんですよでも落とし穴にドーンとはまったところで「いや上がれるでしょこのぐらい」みたいなね「ドブにはまったようなもんでしょう」っていうふうなまな、あ、いわゆるね苦痛を無視するタフさっていちいちかすり傷に対して「いやーひどい目にあった」って落ち込んで「いやーこれトラウマになるわ」ってからねドラマチックに演出しても、まあ、そのドラマ誰も見てくれないってことなんですよ で、最後にキーワードを申し上げますけども、その、まあ、空手のね、組手のことを話されてましたよね。あの、ボクシングでいう、あの、スパーリングですよね。空手では組手って言うんですけども、この組手、あの、確かにね、痛いんですよ。パンチクライバーうん。でも、痛いっていうのは怖いんですかね。まあ、痛いのは怖いのかもしれませんけども、じゃあ、組み合ってね、パンチが当たってない時って、痛くもないのになんで怖いんだって話なんですよ。つまり、 自分がまだね、自分にまだ被害が及んでいないのに、怖いなぁ、痛いだろうなぁ、っていうふうに思っちゃうんですよ。これはね、挑戦をするときにいや、失敗するかもしれないなぁ、っていうふうに、狼狽するのとよく似てるんですよね。でも、この狼狽、甘く見てはいけないんですよ。なぜなら、パンチを食らってからダウンしてからでは遅いんですよね。だから、ダウンに至るような知名度を食らう前に、どういうふうにリスクヘッジをしていこうかなと。 スウェービングするのかなそれともブロックするのかなクリンチワークに逃げるのかそれともステップを後ろに、えー、翻してね、コーナーまで逃げていくのか。まあ、いろんなリスクエッジがあると思います。空手の組手にもそうですしね。ま、あの、お手上げっていうのも一つの手ですよ。お手上げっていうのは生き延びる方法なんですよ。幸福っていうのはね。幸福ってのはどういうことかっていうと、えー、白組と赤組に分かれて、まあ、何かね、戦争してるときに、 赤組の人が、はい、明日から白組になります。今日から白組になります。っていうふうに、幸福ってのは、自分の味方から、ね、相手の味方になることなんですよね。ですので、これ何かっていうと、あの、今まで信じてきたものを間違いと認めて、全く逆の方向に進み始めることなんですよ。で、今日の動画はこれでまとめましょうか。100メートル走走走るときに、A 君と B 君が、 競争します A 君は 100m を3秒で走ります。B 君は 100m を30秒で走ります。よーいドンどっちが勝つと思いますかってことなんですよ。まともに考えたら A 君ですよね。でも A 君はなんとですねゴールの方向ではなくて全く反対の方向に走っちゃったんですよ。ね。B 君はゴールの方向に進んでいきました。こうなると どう考えても B 君が先にゴールしますよね。A 君は永遠にゴールしないかもしれません。じゃあなんでね、こんな反対側に走っちゃう現象が起きるのかっていうと、A 君には情報不足っていうね、ウィークポイントがあったんですよ。自分がゴールだと思った方向が、全く別の方向だったってことなんですよね。まあ、ですので、遠くの山に旗を立てる。まずは、どこに自分の旗を立てれば、全力で走ってもたどり着けんのか。 どんなに遅くてもたどり着けるのか、自分の向かう方向がきちんと決まっているか、定まっているか、それが非常に重要なことだということでね、最後にしたいと思います。いろいろキーワード投げましたけどもね、また、あの、ご返信いただければと思います。この動画を見た他の人からのアクションもお待ちしております。それでは、いってらっしゃい。